ご視聴、ありがとうございます。本日は、2021年3月11日木曜日。天気は晴れ。気温は15度まで上がるそうです。本日は、バイクのエラーを見てもらうために、嫁ちゃんのバイクを、ディーラーに持ち込みます。昨日の動画で最後の方に話した、とあることとは、このことでした。帰宅途中に嫁ちゃんのバイクが、セキュリティエラーを、起こしました。二人ともバイクの知識がないために、何のことか、わからなかったのですが、念のために、安全な場所に停車をしてから、確認ができる範囲を調べました。アクセル、クラッチ、ブレーキ、重要箇所を確認しても、異常がないことが、わかりました。次は電気系統だと思い、いろいろと調べた結果、ブレーキランプの異常だと、わかりました。ブレーキランプが常に点灯していました。自走には問題がなさそうなので、帰宅途中でお茶をする予定でしたが、すぐに帰ることにしました。嫁ちゃんは、お茶が、てか、甘いものが大好きなので、ブーブー言ってましたが、安全には帰れないので、素直に帰りました。こんな経緯があったので、翌日の今日に急いで、ディーラーに向かっているわけです。天気がいいので、走りに行きたいですが、我慢して走っています。今回は距離が短いので、いつもと違う場所にカメラを取り付けてますが、いかがでしょうか。より、迫力がある動画になってると、いいですね。さて、そんなこんなでディーラーに到着しました。店内はこんな感じです。ハーレーのディーラーだけあって、なんかおしゃれに感じます。バイクのエラーを担当に話して、少し、待っていると、今の作業がだいたい、2から3時間で終わるので、その後の作業になるそうです。現在は昼の2時過ぎ、営業時間は7時、はてさて、今日中に終わるのでしょうか。かなり不安になります。バイクを置いて帰ればいいのですが、動画でも見てもらった通りに、ディーラーまでは、それなりの距離があるので、歩いて帰るのは不可能に近いです。前は、このディーラーから、歩いて5分の場所に住んでいたので、帰れたのですが、引っ越しをしたので、無理です。今は、この文章を書きながら待ってますが、本当に終わるのかなぁ。歩いてとか、タクシーとか、嫌なんだけどなぁ。意外と早く担当者がやってきて、状況を説明されたのですが、結果としてはわからない、とのことでした。対処はしたので、またエラーが出たら、また来てください、とのことでした。何にせよ、大ごとにならなくて、よかったです。動画では、日が沈んでます。そそくさと、退散することにしましょうかね。今回は嫁ちゃんのバイクに、乗りましたが、全く同じバイクのはずなのに、やはり、乗り味が違いますね。バイク乗りと、共に、成長するエンジン。って、言うだけはありますね。理解は、されないのですが、嫁ちゃんのバイクは、ツンデレのお嬢様って感じの、乗り味になってます。どんなんだよ。って、言われても、ツンデレのお嬢様だよ。って、しか、答えられないです。ちなみに、おかんの、ホンダ、シャドウは、犬、みたいな、乗り味です。それでは、
また次回をお楽しみください。グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。